はい、こんにちは、こんばんは、えー。今日はですね、特に話題とかは公式から新しい話とかね、情報とか出てきてないんですけど、まあ、一つね、取り上げたいことがありまして、ちょっとお話をしようと思うので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいなというふうに思うんですけど、まあね、先日僕、ショート動画を載せたんですよ。あの、キックバックのね、歌詞の中に、ちょっと聞こえづらいなんか声が入ってるんじゃないか。 ここなんか歌詞ではこういうふうに書いてあるけど違うこと言ってるんじゃないかみたいなねなんかそういう部分があってそういう箇所があってそれをじゃあなんか実際どうなのっていう聞こえるみんなみたいなのをポッてねショート動画で。 なんか本当15秒とか30秒くらい作ってみんなにどうですかって問うようなショート動画を作ったんですよ。YouTube ショートっていうような15秒くらいで僕その時作ったんですけどね。短い動画を。したらそれがすごく再生されていてですね。なんかそう共感を得たのかわからないですけど、ものすごく再生されてて、現時点で僕のね、方の管理画面で見る限りでなんか63万3025回再生されてるみたいで <laughs>、あの、すごいです。あの、うちのチャンネルの動画とか配信全部の再生 回数の約半分くらいいだと思います多分おそらくそのぐらいの再生数があるんじゃないかなと思ってます大体12030万ぐらいだと思うのでこの間100万再生いったばっかだったので、うん、おそらくそのぐらい大変なことになってます <laughs> え皆さんここの動画を見てる人はね気づいてるんでしょうか配信とかであのみんなそんなような話を一切し,しないから気づいてるのかなと思って僕はもう前々から気づいてたんですけど まあそんな感じのことになってて大変なことになってますね。高評価、いいねボタンが1万回押されてるっていう、ね、あのものすごい状況になってるんですけどそう実際聞こえるのかって言ったら聞こえるんですよ、これね。聞こえるのか聞こえないかで言うと聞こえるんだけどでも中には聞こえない人がいるっていうこれ、ね、何なのかなっていうと、まあ、なんかよくあるあの公園とかで夜中なんか若者が、ね、あんまり集まらないようにみたいなことで若者だけに聞こえる音をなんか流してなんかそ,そういうのをね でその若者を追い払うみたいな,なんかそういうのがあるらしいみたいな昔聞いたことがあるんだけどなんかそれと似たような音だと思うんだよねなんかそれもうほんと高音でちっちゃい音が裏にスッと入ってるんだけど、まあ、実はねミュージックビデオのねあの歌詞表示できるんだけどそこを見るとね歌詞がね普通他の場所はね1段なんだけどそこの歌詞だけ2段になってて、まあ、実際に歌ってるんだなっていうのがね裏で歌ってるんだなってのが分かるような感じにはなってたんですけどねはい。 で、えー、まあそれ聞こえるのかどうなのかっていうのをね、アンケートしたんですよ。もうこれも YouTube コミュニティいつも通りアンケートした,としたら160人ぐらいの人が答えてくれてですね、まずありがとうございますってとこなんですけど、まあまずね、10代、20代、30代、40代でそれ以上で聞こえた人、聞こえた人答えてくださいってアンケートで何歳ですかってやつなんですけど、10代が圧倒的に多いです。66%いるんで、やっぱり若いほど、 特に10代は聞こえやすすいいのかなっていう気はしますちなみに僕は一応20代なんですけど聞こえましただからまあ20代前半ぐらいまでなのかな,なんかね30代になると一気にその聞こえないって人聞こえるって人の割合がもう1%しかないのでほとんど聞こえてないんですよ、まあ、40代とそれ以上はちょこちょこいるんですけどまあなんか30代を超えると一気にその聞こえてる割合が減ってくるのでこのアンケートだとねだからまあ10代から20代前半ぐらいまでの人が聞こえてるんじゃないかな、ね、そらくねそんぐらいの人が聞こえてるんじゃないかなっていう 感じにはなってますでまあそんな感じでその動画ものすごい再生されて、まあ、いわゆるバズったっていう状況になっているんですね63万回再生されてるわけで、まあ、僕も気づいた時に上げて初日が確か9,000回ぐらいで次の日からえっとね次の日、まあまあ、23日かけて1万回になったんですよ1万回になったは1万回になったは嬉しいなと思ってその日寝て朝起きたらそれが2万になってて。 で昼になったら5万になっててみたいな勢いでどんどん伸びていってその日のうちに確か10万回までいって次の日中にね20万回みたいなものすごい再生の勢いでねまあ、20万回いったしまあ、そろそろ止まるかなと思ってたらあれよあれよとね60万回までいってしまっているという状況になっててですね本当にね皆さんありがとうございますなんかねきっとショート動画って別に僕の動画って認識せずに流れてきたのをたまたま見てるんだと思うんですけどにしたってねあの60万回再生されるっていうのはまあすごいことかなと思っててでこれどのくらいすごいかっていうと皆さんにねその、まあ どね、指標をね持ってきましたよ、僕。ちょっと待ってくださいね、今ね、検索をかけて、ね、出すのでね、僕もね、詳細の数字を見ながら喋ろうと思ってるので、一瞬お待ちくださいっていう感じなんですけど、ちょっと待ってね。 用意しとけばよかったねまあその辺はいつも通り僕クオリティなんですけどこれどんくらいすごいかと言いますとですねぜひ皆さんも後で見ていただきたいんですけど米津玄師公式 YouTube チャンネルがあるでしょうキックバックのミュージックビデオが投稿されてるねみんなもよく見るチャンネルだと思うんだけどそこね米津玄師の公式から出るショート動画ってのもあるんですよ僕が今説明したあの大バズりしている動画と同じ形式でなんか短い動画1分以内の動画で、えー 今短い動画ね、えー、出てるんですけど、うねずけんしの YouTube チャンネル、公式チャンネルの方から出てるんですけど、えっとね、その動画がですね、まあ、あの数字だけ言うと、えっと、 10周年系ゲートの動画24万。M87 のライブスポットの動画34万。で、アナログ版 ?M87 のアナログ版の動画32万。で、次、キックバックのパッケージの動画19万ということで、まあ、ここで出てるね、4本。米津健ケの YouTube チャンネルから出てる、YouTube ショートっていう短い僕がね、大バズルした形式だと、と同じ動画、4本あるんですけど、このどれよりも僕の方が再生数多いんですよ。これどういうことだかわかりますこれ、公式を超えちゃったんですね、これ。<laughs> まあ、それは言い過ぎなんですけど、さすがに言い過ぎなんですけど、 ででもそういういことになっててですね半端じゃない、まあ、そう聞くと皆さん半端じゃないすごいことなんだってわかるでしょ実際すごいんですよ63万回再生しかも僕もなんか50万回超えた辺たりから、まあんまり見てなかったんですよそしたらまあじわ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 ずっと伸び続けてるんですよねで60万回になってで今でもなんかほんと日に何千回。 いいう単位でで伸び続けてるみたなな感じなんで、まあ、もしかしたらそのうちねまたしばらくしたら70万再生とかになる日が来るかもわかんないんですけどまあなんかそんなような感じになっててですねあの半端じゃないですこれ米津玄師の公式から出てる YouTube ショートの動画のどれよりも伸びてるって考えたらわかるでしょみんな半端じゃないんですよ。 もしかしたら TikTok の方は僕はあまりチェックしないから分かんないんだけど TikTok の方で載ってる米津玄師のね公式のアカウントから出てる動画だったらもっと再生数がねあの上がってる動画もあるかもしんないんだけど、まあ、少なくとも同じプラットフォーム YouTube っていうものに区切ってで同じ YouTube ショートっていう種類の動画に区切った時にあの僕の方が再生数取れてしまっているというまたとんでもない状況になってるんですよね。で別にに僕はなんかんな何にもんな考ええてててなななくてみんな聞こえるどうなのっていうののっい 当動画を作っただけなんですよね。みんな聞こえるのっていう。それを聞きたかっただけなんですけど、まさかのそれが6年60万再生で米津玄師の公式距離多いと。 えー、大変なことになっております。もしかしたらこの動画を、ね、見て、この話を聞いている人の中で、まだその動画見てないよって人がいるかもしれない。まあ、いたらね、ぜひね、僕のチャンネルの、ね、ショートっていうタブのところからね、えーまあ、動画出てくるので、1個だけ再生数がおかしいやつがあるので、それなので、あそれはね、もうパッとわかると思うんで、一発で、ぜひね、それ見てもらえたら嬉しいなっていうふうに思うんですけど、皆さんはね、聞こえますあのキックバックの中で、その歌詞の一部分で。 えー、聞こえるか聞こえないかで、ね、アンケートを取ってるやつがあるのでぜひね聞,聞いてみて。 僕の動画でもいいし、米津玄師の MV でもいいから聞いてみて、あ、これ聞こえるな、ここなんか言ってるなっての聞こえた人、ぜひアンケートね、答えていただけると非常に嬉しいです。僕はね、最初ね、まあ、10回ぐらい聞いてもね、何回言ってるのは聞こえるんだけど、何て言ってるか聞こえなかったんだけど、なんかね、ヘッドホンで聞いてみてで、しかも音をちょっとね、上げてみる、普段よりもちょっと音を上げてみたら聞こえてきました。だから、あとはイヤホンの人とかで、左側だけつけてあ、多分画面で反対してるか、反転してるかどっちかわかんないけど、左耳のイヤホンだけつけて、 聞いてみたらなんか聞こえるみたいな人もいるみたいなのでまあその辺ちょっと工夫しながらねスピーカーで聞くとあんまり聞こえないかもしれないって話だったのでヘッドホンイヤホンとかでまあ 左側の方がね、聞こえやすいって話だったので、ぜひね、あの皆さんもね、えー、その部分ね、探して聞いてみてください。でね、僕の YouTube ショートの方もね、再生して、いいねとか押してもらえると非常に嬉しいです。で、よければね、この動画もね、いいね押してってください。で、まだチャンネル登録してないよって方いたらですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さっき見た時に、なんか1597とかになってて、もう少しで1600人ね、チャンネル登録になるところであのねまあ、年内の目標1600人だったのが、もうかなり早く達成できそうな勢いはあるので、ぜひ 皆さんもね、今後とも僕と一緒に、えー、米津玄師をファンとしてね、いろいろ楽しんで応援していけたら、えー、と思っているので、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。じゃあこの動画はこれで終わろうと思います。少しありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。